レンチキュラーの構造。緑と赤の画像が交互に並ぶ。見る角度によって片方の画像のみが見える。レンチキュラーとはシート状のレンチキュラーレンズを用いて見る角度によって絵柄が変化したり立体感が得られたりする印刷物のことである。数センチメートル角の小型のものから建物の壁面に取り付けられている広告板などの大型のものまである。 ラガン式の三次元ディスプレイにも用いられる。レンチキュラーの構造は、レンチキュラー画像と呼ばれる画像の上に、表面に微細な細長いかまぼこ状の凸レンズが無数に並んだシートが配置されている。シートは透明なプラスチック製のものが使われている。画像を印刷した印刷物の上にシートを貼り合わせるか、シートの裏面に直接画像を印刷して作られる。レンチキュラー画像は、 二つ以上の画像を細長く短冊状に切り、切った画像をインターレース状に順番に並べて一枚の画像にする。画像の一つの再編ごとに一つの突レンズが乗るように貼り合わせる必要がある。位置がずれてしまうと綺麗に見ることができない。三次元ディスプレイではピクセルの列とレンチキュラーの並びを一致させ、一列置きに異なる画像を表示させる。レンチキュラーにより、 以下の3種類の効果を得ることができる。画像からレンチキュラーを作成するサービスが各社から提供されているほか、レンチキュラーを作成するキットが発売されているので、パソコンを用いて自分で作成することもできる。ありがとうございます。